この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。 今日からグリーンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ9月も半ば近くなったんですが涼しくなったかなと思うんですがやはり日中はまだまだ今日のお客様も、えー、前でこうセンスで暑いなって言いながら思い出張ります さあ秋の訪れが待ち遠しいところなんですがラジオを聴きの皆様はいかがお過ごしでしょうか今回は世界と日本を結ぶ JICA 研修生に聞く第2弾をお届けします先月に引き続き留国大学地域連携フェロー川村義生さんそして JICA 研修コーディネーター通訳師でいらっしゃる米倉芳恵さんにお越しいただきました こんにちは。こんにちは。ちは。ははい。前回は8月でしたけど、まだまだ暑いですね。暑いですね。はい、暑さに弱いんですか。<laughs> 暑さに弱いそうですか。はい。そして j ャイカ研修生。今回は8人の皆さん。あの前回も8人の皆さんだったんですけれども、えー、お越しいただきました3人ずつ。そして3、3、2とこう順番にお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ああお上手です。はい。 えー、まず、改めましてあの前回も伺ったんですけれども河村さん、このジャイカってまず何だろうとラジオを聴きの皆さんの中で思われる方もおられるかもしれませんしそ,、ねえー、それから研修ってどんなことをするのかなと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。まずはまずははジジャャイイカカのの話そうですねすねい えーまあ、国のです、ね、開発、えー、途上国に対する、えー、技術協力、はいえー、それを司さどっている、えーまあ、あの機関です。国の組織、はい、あの国の組織なんですが、独立法人なんですよね。ええ、ですから、まあ、国からそのまま全部仕事を受けて、それでやってるという、えー、そういう機関になります。今回、JICA の仕事で行,わされてあの行っているその研修というのは、まあ、地方行政の。 担当している人たちそれを海外から来ていただいて、はい、それでまあ地方行政の,あの、えー、能力強化を図るとそれも一般的な能力強,強化でなくて地域の参加型開発それをやるためにまあ地域の行政としてどういうことがやれるかというのを学んでいただくというのが大きな目的ですそうするとこの日本でそういう参加型、えー、地域行政の状況を見て。 学んでそれを自国に帰って生かすということがまあ、はいううね、大体の目的ということなんですね。そうですか。まあジャイカというのはあの大体そのようなさまざまな事業活動そうです、ね、研修を実施していらっしゃる、はい、ということですね。えっとジャイカはですね国外では毎年200ぐらいの違ったプロジェクトをやっております。はい、でまああの例えば国えー、っと港を作ったりとかいろんなそういうもの。 はい、それからあるいはあの貧困軽減のための農村開発をやったりとかえそういうプロジェクトが大体年に毎年200以上行われているんですよね。そ,ででそれとは別個に国内でえあの外からこういうふうにえ研修生を呼んできてですねそれで研修するというプログラムがやはりこれは相当あると思います川村さんのまあ地域連携フェローでいらっしゃる川村さんのご専門分野でも。 あるということですね。そういうことですね。あ,<ー>あの僕の専門は農村あの農農業経済学と農村社会学で、まあ農村開発っていうのは僕の専門ですから。あそうですか。はい。そして。 えー、米倉さんはジャイカ研修コーディネーター、はい、そして通訳していらっしゃるんですけど、はい、普段どんなことをしていらっしゃるんですか。そうですね、あのジャイカのこういったあの研修生が来られたときは、あのそのお世話をさせていただいてるんですが、生活のお世話とそうですね、はい、生活のお世話とでいろいろなところを見学に行くんですけれども、そのあたりのやはりあの手配に伴ういろいろな。 ことをまもろもののことですね。はい、<laughs> <て>それはなかなか大変ですね。<laughs> えー、まああの一番あの気になりますのが元気で皆さん最後まで参加されるということを、ね、はい気にと思います。今年の日本の夏は暑かったんですが、このです、ね、今回の研修は、えー、7月29日にスタートして9月29日が、はい、本当に倒れた人もいます。倒れた人い,ます <laughs> います。そうですか、2ヶ月の長丁場であの結構。 えー、気温としては比較的あのー、日本よりあのー、なんていうんですかねインドネシアとかそれからこうアフリカの方とか日本より気温の高い地域から来られてるから平気かもしれないと思うんですが <laughs> そうでもないんですね。いいあの実際にはねあのあの彼女はあのじじゃあのインドネシアから来られてるんですがですかえっと<あ>日本の方がずっと暑いって,っっていそうですか <laughs>、はい、本当に今年の日本の夏は暑かったですさ、えー、それぞれ。 えー、自己紹介とそれから、えー、自国でどんなことをしてらっしゃるかそれから今回研修で何を得たか、えー、そして自国に帰って何どういうふうに生かしたいかというお話を伺いたいと思いますはいそれでは私のお隣の方から男性です、oh. Hi my name is Ivan Enrique Quaz I'm from Colombia I'm living in Bogota I'm the assistant director of the social economy institute we are the responsible for um, a street seller for informal economy members and also for public markets there uh... we have been studying here we have in general have been learning about your the way that your local ser services are hopefully i will be able to improve our situation uh, by, uh... it has been so impressive for me your punctuality the way the, the efficiency and also the Mm, how well-pressed are our, our, our service here. So, um, so I, hopefully for me and for my community, uh, it will improve our services there, especially in efficiency and, and it should be definitely more uh, cheap, definitely. i ne. Ano, Colombia. と申します、えー、とボ,ゴダボゴダですねコロンビアのボゴダの、えー、社会経済、えー、研究所というところで財政のアシスタントディレクターをしています主な仕事といいますのはそちらのサービスをまたとも、ま、にあの公的なあのマーケティングということもあの担当しておりますけれども日本に来ましてさまざまなこのサービスがす素晴らしいサービスに、ね、印象を受けましてああのこのコミュニティ をあさらに良くするためにはどんなことをすればいいか効率よくどのようなことをすればいいかと非常に多くのことを学びましたのでぜひああののぼ母国に帰りましてもこの経験を生かしたいと思っておりますはい、日本で一番心に残ったサービスってありますか受けたサービスで、uh, What is the service you are most impressed in Japan? In general, in general your ability to For reveal everything after the second go after the natural disaster, the way that you have uh, helped people in general to reveal everything, it, it has been so impressed for us. We are suffering lots about earthquake, about uh, floods, So all that service for recuperation of the rural zone in general to prevent those disaster has been really impressed for me. あの実際にその復興の力というのは非常にあの印象を受けました例えばあの戦後の復興また災害日本では地震とか津波とかあったと思いますがそういったあのことに対して災害に対してお互いに助け合いながらあの復興を遂げているそういった部分に非常に感銘を受けましたああそうですか分かりましたじゃあ次の女性お願いします hi my name oh, is Sari mm -hmm. Cecilia Villake I came from Indonesia and my specialist is urban and regional planner in local develop local planning and development agency in Indonesia And here I joined the, the course and we learn about the theory and part and practice of participatory local development and community participation in case of Japan. In this case we found a best practice, a strong role of community in every development activity. Community had a role that involved in all states of development activity and this radio support the role of community participation. And I think this is the best practice and I would like to implement in my country when we make a plan and that we can uh, try to improve uh, the way how to uh, to make the rule with the community participation あと専門はですねあの地域計画、またあの開発、地域開発を目指しております。今回、特に日本で感銘を受けましたのは、日本で行われているそのコミュニティ開発という面に非常に感銘を受けましたで。ここで行われていることはベストプラクティスと本人も言っておりますが、こういったものを参考にしまして、母国でも改善を目指したいと思っております。 はい、yes hi I am called the en en Enrico Shauri I am coming from Tanzania the it is in East Africa Tanzania and I am here in Tanzania I'm employed by with the minister of Rock, regional administration and Rock government and I am working currently I'm working as a district engineer in one of the this in District called in Jomba. Council. cancer. Yeah, I came here in Japan for the purpose of studies and, uh, and know more about local government, technology, in Japan developments, uh, local, local resources, human resources, culture, and the economy of Japan. Then we have lectures in classes concerning with these studies. We have field trips. Then we had the, the the case studies on all of these i can then on classes we had the, the 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 integration process on local participations pcm that is the the project cycle managements the, the case studies on project on problem analysis uh, objective analysis the effect and the cause on the project so i understood a lot of things on this one so i hope when i go back to my country i do better in メネージングでプロジェクトメネジメントサイコス、アナリシスをするプログラム、一緒に行く。私は東アフリカにあります、タンザニアからもありました。エンリコ・シャウリと申します。地方自治体で働いておりますが、エンジニアです。実際、実際今回いろいろ日本で学びましたけれども、地域開発、そして人材、文化、 経済といいいうものを日本でいろいろ学びました特にあのレクチャーを通じましてあの実際にインテグレーションということが PCM と言われるものがあったんですがえそ,れそれであの分析方法などを学ぶ先生から学ぶことができました実際こういった分析をですね母国に帰りましてプロジェクトに生かしてまいりたいと思っております。あそうですか、えー、っとウ,ガウガンダっっておししゃいました タンザニアのタンザニアは人ことでいうとどんな国いいところ、いいところ。はい。What is the good thing about Tanzania? What? Good thing. ジマンをすると。What are you proud of? What are you proud of? Good thing about Tanzania. What are you good thing? Tanzania. In Tanzania? Oh, in Japan? No, Tanzania. Your country. Your country is. Yeah, Peer, please, point, my country. Yeah, yeah, yeah. <laughs> the good point I get here, we are trying to do our infrastructure. As I saw, I am a civil engineer dealing with infrastructure construction. But uh, we are improving our infrastructure, even if you cannot compare with this one in Japan. But we are trying better to improve our roads, waterways, and uh, such infrastructures. え、実際には、あの、ちょ、っと、あの、質問とは違っていると思いますが。<laughs> あの、ケニアのインフラとかね、整備とか、そういうの、タンザニア、あ、すみません、タンザニアのインフラ。あ、そう、そういった整備を、道路とか、をしていきたいと思います。日本の、とても素晴らしいので、<laughs> <はい S 1> という感じです分かりました。はい、ありがとうございました。それでは、たくさんお待ちですので。グループをチェンジしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。スイートも、スイートも。 はい、河村さん、学校で、大学でレクチャーというか、そういう授業というのもお受けになった様子ですね、それが結構、英語でされたんでしょうか全部一応、授業は英語でやってます、ただし、授業でもえっと実は、もう一人がいらっしゃらないですね、ドアを閉めていただきましょうか。クロ えっと、はい、それで毎週、はい、週に一回、あの、はい、講義をすることになってましてですで。あとは現場に行くんですけれども。はい。はい、あの授業で結構多くのことをな、を学んだふうのことを教えてましたですね。すねはい、はい。さあ、えー、新しい三人の方がお越しです。こんにちは。はい、それでは順番に。英語で自己紹介、それから、ええー、時刻で何、どんなことをしていらっしゃるか。 今週あの、今回の研修でどんなことを学んだか、自国でどんなふうにそれを生かしたいかということをずっとそれぞれ順番にお願いします。順番にににお願いいしますはははここんにちはこんにちち Haji Waste Sukrildes, Indonesia. Hi. Um, nice to meet you all here. Um, I come from Indonesia, and in my office, I'm studying about spatial planning, and also I, my background is electrical engineering. But in here, in Jaika, in, uh, in Jaica, Japan, um, I'm studying a lot about um, how the local governments practice. They're doing the uh, how they manage the resource, and then how they serve gifts. サーフィ私はシュフリムハムと言います、インドネシアから参りました。インドネシアでは地域開発企画庁におります。<laughs> そこで実際にはあのエンジニア、電気系のエンジニアをしたりしておりますが、今回の JICA のプログラムであの地,地域、行政、参加型あ について学びましたけれども、いかに人人的リソースですね、人材などをあの地域で生かしているか、非常に良い経験ができたと今回は思っております。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、インドネシアで一番こう抱えている大きな問題ってどんなことがあるんですか？社会的,社会的問題は。 Indonesia. Uh, actually, we have so many uh, resources, and um, but so, uh, sometimes we, we cannot manage it to get the uh, high effi efficiency mm -hmm. to the local community, and then we have uh, many uh, language and tradition that but we cannot um, find the how to maximize it mm -hmm. for tourism uh, or other positive thing. I think uh, I, I get uh, many benefits to here, to how how to learn Japanese. Uh, 実際にはインドネシアは人材あの資材も豊富にあるんですがです、ね、いかにそれを、えー、効果的に活かすかという地方情勢のあ問題があります、えー。日本では非常に伝統文化を大切にしておりますしそういったものを非常にあの学ぶことができましたので僕に帰ってそれを生かしたいと思いますあそうですかインドネシアにも本当に素晴らしい伝統と文化がありますよね。<laughs> そうそうそう So good culture and tradition in yeah. country. Hai. Thank you very much. Hi, Next person, please. My name is Thao-Piu. Uh, please. Oh, my name is uh, I am from Myanmar in Asia. Um, I am a township officer or of Chautauqua Township Ministry of Home Affairs. Uh, this uh, local government administration and public service training is very useful uh, Very able or helpful for a uh, for my country and newly born newly born democratic nation. Uh, the the uh, guidelines of this training will be unaffected in managing my township duties. Uh, I get enormous benefit of uh, attending this training. Our country is a. Uh, Agricultural business country. The knowledge acquirement from this training and free study would foster in the process of amendment and high yield crop cultivation or high quality. I think she was a to Te An. township. 行政局長におります実際、今回日本に参りまして非常に皆さん助けていただいて役立つプログラムを提供していただいたと思います。特に日本は民主主義国でありますしいかに効率的に街を盛り上げるような方法をされているということをよく学ぶことができました。ミャンマーは農業国でですので特に えとフィールドトリップでの、えー、農業、実際のところに行くことができまして、そこでいろんな知識、いかにあの効率的にされているかということを見ることができたのが非常に勉強になりました。ああ、そうですか、ミャンマーと日本はこれからこう <laughs> 本当にいろんなことが、関係が深くなりそうですよね。 はい、よろしくお This is uh, Konichua. Uh, this is uh, Mr. Judy Jafar of the uh, Philippines, more, more particularly from the province of Sulu, uh, one of the province of the Bangsamoro in in, in Mindanao. So I am one of the provincial catalysts of my agency, which is the Bangsamoro Development Agency, uh, which I know that the government of japan japan is 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 no or uh, no more about uh, what the Bangsamoro Development Agency is in my country. Thank you. 私はあのジャファー・ジュディ・ピラスコと申します。フィリピンから参りました。ビンタンタ島にあるバンスマロー、えー、というところがあるんですけれども、そっちらからああ、えー、出身ですが、実際にはいろんな日本か日本との関連がありまして、非常にあのえいろんな面で援助していただいていると思います。ありがとうございます。はい。今回どうでしたか？日本みんなの党はフィリピンで一番大きい島ですよね。確か。違います？ Biggest island in Philippines. Yeah, Mindanao is uh, one of the biggest uh, island in in the mm. Philippines. Mm. Uh, yeah. Hi. Ano, mite, the impression that you you you've seen a lot of things in Japan? What What do you feel? Uh, well, uh, generally speaking, uh, uh, Japan is a good. the people uh, the the Japanese people is uh, is very good to us uh, and even the Japanese government I think uh, it's very good to the to the Bangsamoro people because just uh, July 25 I think if I don't remember right The Japanese Prime Minister came to Philippine government just only to bring the for us a support for the developer the peace and development program in the Bangsamoro territory, more particularly in Mindanao. Thank you. よくしていただいていると思っています。特にあのバンマーローという私たちの地域ですが。あの首相があの、かつて来ていただきましてああ。あの開発に対する支援などしていただきました。そうですか。はい、ご存知のように、あの、そこはちょうど、えー、フィリピンの中でもコンフリクトを起こしてったところで。はい、平和上のあれで、今安定してこう。協定が進んでやってるという。前、内乱のあったところあ。ああ、そうですか。はい、わかりました。えー。 今回はお越しいただいてありがとうございましたそれでは次の方にチェンジしますありがとうございました川村さん、はい、あの去年はアフリ 他の方が結構多かった、はいね、と思うんですが、アフガニスタンの方もおられましたし、南スーダンもいたと思いますね。あのちょっとお国がアジアの方も、はい、あの含まれて。 毎年ね、実は構成違うんですよ。で、あのどういう人に来てもらうかっていうのは、割とジャイカと外務省の関係で決まってくるみたいで、ではい、我々はちょっとそこに関しては全くこういう人が来ます、配装<あ>、はい、ですか、なですよ、ね、ですはい、はい、もういろんな国の方が来てくださったら、今回も十三国からですか、ね。はい、はい、本当にそれはそれで本当に意味が。はい お互い,はいです実はですね、はい、日本から学んでもらうということも当然あるんですけども、はい、同時にそれぞれ違う国のそういう経験を持ったのが一緒に集まっているのはこれがすごく重要で,で、ね、そこでいろんな意見交換して<ー>だから我々のですから英語でですね我々の,あのトレーニングプログラムと言ってないんですよ、はい、トレーニングダイアログプログラムというふうに言っててですね、はい、討議するっていうお互いにコミュニケーションすることが重要なんです、ね。そうですかさあ あの最後のお二人が来られました。こんにちは。こんにちは。ちは,はい。えっ、ー、と、それでは自己紹介とお国でどんなことをしてらっしゃるのかということと、えー、今回何を学んだかというか何を、ま、学んだかっていうのおかしいかもしれませんね。それではお国で、えー、どう生かしたいかお話しいただきましょう。はい、自己紹介から。My name is Emmanuel Ali from Sierra Leone, West Africa. i work for the ministry of local government and rural development attached to the kenema city council as the valuator for the council. <laughs> uh, and also you, you can say what you learned from, from here and, and what so you are going to do. my department is responsible for the valuation of property and determining what they pay to council as tax for property tax. Uh, I have learned a lot from the training program organized by JICA mm -hmm. as a way of how we can involve participatory development and at the local level so that people could be involved in decisions related to their governance and tax payment. I think what I have learned would be very useful. 先生、もう時間があまりなくなりました。私はアリエマニュエルといいます。西アフリカによるシアレオネから来ています。えー、ケマーンシティの市役所で。えーまあ 税金ですねあの固定資産税を<ー>あ<の>そうなんですか、はい、そういうものを<ー>あの評価するそういう仕事をしています <laughs>、はい、今回 JICA のプログラムであのいかにえ地域開発を行っているかあのそれもあの地域住民だけではなくあの地方自治体とと,ともにあの、ま、だ非常にあのさ,されていることが非常に役に立ったと思っておりますそうですかはい、はい、じゃあ最後の方お願いしますお待たせしました <laughs> こんにちは <laughs> こんにちは My name is Pina Safari from Tanzania, East Africa. Mm. I work there as a district engineer in the Prime Minister's office, regional administration, and the local government, heading the Department of Works. It has three sections it has the roads section, the building section, and the mechanical and the electrical department section. I've learned. I've, I'm so grateful to be here in, in Japan for the training of law government administration, public services, and I've, I've learned a lot. But to mention a few, the first one is the you Japanese are very hardworking. That's very nice. The second one is the. The second one is the. the participatory work which you're doing here and uh, of course i i've just see. i've taken both of them to practice in my country hi from the yonaka-san you're not 大切なことをそうですね。あの西アフリカにあるタンザニアですがあの私はあのサファリ、えー、ヌムビナセベルのローレンと申します。はい。えっと実際には主要鑑定であの地域開発まああのエンジニアをしておりますあそうなんでですか。はいろんなセクションがあるんですが、はい、建築、メカニズムあそしてあの電気関係ともあるんですが実際、日本でこういったプログラムいろんなことを学びました日本人が非常に働くまでがあるということを参加プロ方にお越しいますい,っぱい学ぶことができました。 <laughs> そうですか。いや、私たちも本当にいろんな勉強ができました。今日はようこそお越しいただきました。ありがとうございました。さようなら。